今日のヨガは椅子ヨガで、股関節やお尻周りの硬くなっている筋肉をほぐして、座骨神経痛の緩和や冷えの改善におすすめのアーサナをご紹介していきます。今日も自分の体調に合わせて無理なく行っていきましょう。はい、それではまず椅子に浅く腰掛けていきましょう。まず左の膝掴んで、股関節をちょっと回していきます。ゆっくりとした呼吸とともに、股関節やお尻周りの硬くなっている筋肉をゆったりとほぐしてから、左の膝を外に開いて、外くるぶしが右膝上にボーンと乗るように、ここで体と平行にすねを持ってきてください。かかとは押し出し、手をかかとと膝に置きましょう。これから前屈をします。鼻から吸って背骨を引き上げ、吐く息で股関節から前屈をしていくように、少しだけでいいので肩リラックス、太ももの外側がじわじわ伸びているのを感じて、吸い気で一度起き、吐く息でもう一度股関節から前屈しましょう。背骨を長く頭頂まで引き上げ、3呼吸です。太ももの外側とお尻の筋肉の一つ梨状筋、じわじわとほぐしながら、座骨神経痛の緩和予防に効果的です。吸い気で体をゆっくりと起こして、足を下ろしましょう。目を閉じ、左右の足の違いを感じます。それでは反対です。右膝を体に抱え込み、ゆっくりと自分の回しやすいやり方で大丈夫なので、右の外くるぶしを左膝上にポンと置き、体と平行にすねを持ってきましょう。手は膝とかかとに置いたら鼻から吸い、吐く息で股関節からゆっくり前屈しましょう。もう一度吸って体を起こし、吐いて足の付け根からももの外側、お尻周りをじわじわ伸ばし、3呼吸。お尻の筋肉の緊張をほぐすことで、股関節の歪み、調節にも効果的です。吸い気で体を起こしてから、右足を下ろして、一呼吸します。鼻から吸って、はーと吐き出し、胸の前で合掌。今日も自分を大切に過ごせますように。